願いいたします。はい、すごく、楽しめる映画だと思います。僕らが、まあまあ小学生とか中学生とかにやってたなんかアイドル映画っていっぱいあって、今全然そういうのなくて寂しいなと思って作りたいなと思ってる時に、日本で今ナンバーワンのアイドルが出ていただけるということで、理想的なアイドル映画を作ることができました。いろいろと本当に、素晴らしい役者さんに助けていただいて非常に楽しい映画になっておりますので、存分に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。福田監督ありがとうございます。では続いて田口さんからもお願いします。はい、今日僕必要なかったですね本当にそんなことない。いやでも、でも本当にですね、サッシーがこれの撮影中にゆうこちゃんから今何やってんのって聞かれて、今映画撮ってますって言ってて、誰と一緒にやってるのって言ったら、田口智朗さんって言ったら、ゆうこちゃんがうわすごいじゃんって言ったって話が、もう一回言ってももう一回その部分違う、智朗さんってすごい人なんだよって言って、この人知らなかったでもそれで本当にすごい人と仕事してると思って嬉しかったですだすごいテンション高く言ってたもう一回言ってもう一回ゆうこちゃんがすごい人だって言ってたんですよって言ってて、もう本当によろしく。でも本当にアイドル映画としてすごい面白くて、それで彼女は目が動かないんですよね、共演してても、はい、だから僕チャップリンよりも女キートンだって思いましたね。だからすごい作品にぴったりな、うわー、トモロさんにそんな褒めてもらってるのに、これで女優引退、はい、遺作です遺作中夏さん演技でもね、本当に演技でもないから遺作です。なんかそうですね、これはもう本当に参加型の映画だと思うんで、今日はもう思う存分手を叩いたり笑ったりして、ロッキーホラーショーみたいに盛り上がれば一番楽しいと思います。よろしくお願いします。田口さんありがとうございました。では続いて鈴木さんお願いします。福さんお願いします。はい、本当にすっごい面白い映画です。ゆうすけさんも面白いし、ムロさんも面白いし、サシコも面白いし、全員みんな面白い。田口さん、田口さん、田口さん、トモロさん、トモロさんはどうだった？田口さんも素晴らしい、意外なお茶だった。素晴らしいな、みんな面白いので、もうすごい笑ってください。はい、もうだって初号死者で子供警察のメンバーがけったけたずっと笑ってたんでしょ。もうこれの死者と、ね、子供警察のメンバー何か出てるからね。もう何人かは出てる、まあ、そうね、ね、みんなで笑ってたんだ、ね、まあ、一応出てて、うん、でもう本当にマジ笑えるって言って、マジ笑える、若っ。そう、子供には受けることは分かってる。すんごい、うん、面白いです。もうゲラゲラ笑いました、うん、僕も。よかった、ありがとうございます。では続いて室さんお願いします。はい、本当に、まあ、皆さんおっしゃる通り笑い声を出していただいて、これジェットコースタームービーっていうの、こういうの、ね、ジェットコースターアンラッキームービーと呼んでるんです。ジェットコースターアンラッキー ムービーだそうですもうぜひ笑い声を出していただいてね、本当にアンラッキー。クククどうしたんだって言ってるのいいじゃないが喋ってるけどどうしたフグは自由だよ、ね、そうですね、しゃべればいい、ということでね、以上ですありがとうございますでは、ゆうすけさんもお願いします。あ、なんかジェットコースターアンラッキームービーとか言ってますけど、要はそのサッシーがただひたすらひどい目に遭う、それだけの映画なんですよでもそれだけ、本当それだけ。いやでもね、うん、普通だったらちょっとここまでやりすぎじゃねえか、かわいそうだよ、もうやめてあげてってなるところを、サッシのすごいところはもっとやれもっと強くやれもっと、もう死ぬギリギリぐらいまでやっていいんじゃないかみたいないや、それぐらいだからみんながね、はい、思える子って今いないですよ。そうですね、はい、それで一本映画ができてしまうっていうね、とってももうなんて言うんでしょう、意味は確かないと思う、うん、でも
俺はこの意味のないこんな映画がすごい好きです。意味がありゃいいってもんではないし、今たくさん映画作られてますけども、はい、あのまあメッセージ性のある映画、いろいろこういい映画映画って、そこにポツンとなんかね、このなんていうんでしょう、時代のこうねじれみたいなところ生まれたようなね作品というか、そういうなんかこうとってもなんかこう俺の好きな作品になりました。確かにあの意味のないサッシの薄着薄着ね、俺もおかしいと思った極寒の中で一人だけペラペラの格好をしてね、はい、もうそこからもうサッシひどい目にあって、そうです、うん、でもねそこでガチガチ、ね、震えながらやってるサッシがなんかこうすごい良かったし、はい、僕はこの映画もう ありますチラシに、はい、日本よこれは映画かってね、はいはい、映画じゃないですもんおっしゃる通りです。でもそれを映画としてドーンとこうやってね作品できるっていうのはもうサッシーの人にね力ですよ。そうです、時代のね寵児として、はい、そういう作品に参加できて本当に幸せでした。皆さんさよなら永遠にありがとうございました。では最後に指原さんから皆さんにメッセージお願いします。はい、たくさんの方に協力していただいて映画完成し、こうして完成して皆さんに披露することができました。ご協力していただいた皆さん本当にありがとうございました。そして今日足を運んでくださった皆さんも本当にありがとうございます。これから皆さん見るということなんですけれども、私が見た映画の中で一番面白いです。ただ私は生涯で映画を4本ぐらいしか見たことありません。見たことないな、見たことない、ね、その中では一番面白いです、うん、その中でのナンバーワン4本しか見てないな、はい、その中で、うん、まあ、4、5、6本ぐらいかな見たことあるな。その中で一番面白いっていうのはかなりすごいことだと思います。 そうですね、それは素晴らしいことだ、はいはい、ダメだ、逆に気になる、他何を見たことある思えない、その4本っていうのを教えてほしいわ。ちなみに言うと黒百合団地は見てます。見てます。え、黒百合団地は見ています。見ます。でも黒百合団地は面白いとは違うから、あっちゃんがあっちゃんが出てる、怖いやつ、怖いやつ、怖いやつ、それを見たって話は聞いた。それを見ました。でもそれは怖いから面白ランキングには入ってないじゃないですか。だから面白ランキングでは1位です。なるほど、なるほど、素晴らしい。なのでぜひ見てください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは改めてバラ色のブーコキャストスタッフの皆さんに大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。